アストンマーチンバンテージの試乗会でフィンランド最北端のイバロに来ています。マイナス25度、もう試乗できるのがすごく嬉しいんですけども、寒いので早速行きます。バンテージはフロント49、リア51っていう重量配分になってますので、そのウェイトバランスはすごくいいんですけども、これ今アイスバーンの上を走っているのでこういう挙動になってます。今度は車の制御にお任せ、アクセル全開です。これ全開です。全開で今度は全然普通に走ってくれますね。フロントエンジンリアドライブ、四輪駆動ではない状態でこのマイナス25度の中で、普通の、ウィンタータイヤですね、スタッドレスタイヤ、日本でいうスタッドレスタイヤよりももう少し高速が走れる仕様のタイヤですけども、全然このように普通に走れるよ。修正打の必要がないですね。カウンターの必要がないですね。こういう状況で、アストンマーチンバンテージは、運転に不慣れな方でもこんな過酷な条件下で車をきちっと前に進めることができます。